皆さん、こんにちは。今回は、身内が暴力団と関係を持っていると噂されている芸能人たちに関する歴史の意図をたどっていきましょう。ガダルカナルタカ。発端は、師匠であるビートたけしさんのある発言から始まりました。ビートたけしさんが週刊文春から黒い交際に関するインタビューに応じた際、自分は暴力団関係者との付き合いはないと否定したものの、たけし軍団内の G の父親は暴力団員だと暴露。その後、2013年に放送されたオールスター感謝祭で疑惑が決定的になりました。オールスター感謝祭にはビートたけしさんとガダルカナルタカさんが出演しています。その際、ガダルカナルタカさんの父親に関する問題が出題されました。ガダルカナルタカさんの父親の職業は、という4択問題だったのですが、用意された回答が銀行員、公務員、農業、そしてアウトレイジの4つであり、最後の回答が注目されました。アウトレイジとは、ビートたけしさんが監督を務めた映画作品であり、暴力団たちの抗争を描いています。これに対し、ガダルカナルタカさんは一切否定せず、本当だけに突っ込みにくいと認めたのでした。西城秀樹、宅見勝さんは指定暴力団山口組の元若頭であり、宅見組の組長でもありました。山口組は兵庫県神戸に本部があり、広島、沖縄以外の45都道府県に系列の組織がある大きな組です。宅見勝さんはバブル期に不動産や金融などでフロント企業を利用し、2000億円という豊富な資金を蓄財、5代目山口組の発足立役者としても関与しており、山口組のナンバー2の存在だったそうです。また山口組の金庫番と呼ばれていたことから、信頼も厚かったのではないでしょうか。しかし、そんな宅見正則の父親である宅見勝さんは、1997年8月28日の暴力団抗争に巻き込まれてしまい、新神戸オリエンタルホテルのティーラウンジで5代目山口組の中野会財津組に指揮された4人組に射殺されました。61歳という若さでこの世を去ることになり、この事件は後に宅見若頭射殺事件と言われています。西城秀樹さんの姉のえり子さんは宅見正則さんの母親でもあり、宅見勝さんの愛人でした。宅見勝さんは山口組の直参になる以前、福井組の最高幹部を務めていました。えり子さんはその当時、大阪市南区玉城町にあったクラブ朱雀でホステスとして働いていたそうです。そのクラブで2人は出会ったと言われています。歓楽街南を歩くと、ネオン街の住人たちはえり子さんのことを宅見ママ、宅見姉さんと親しみを込めて呼ぶそうで、いわゆる大物組長の姉さんという存在でした。この事件後にえり子さんが宅見勝氏の愛人だったと話題になり、えり子さんの自宅まで報道される事態となります。この時、表札が宅見となっていたことが世間からの注目を集める原因となったのでしょう。宅見勝さんはえり子さんと内縁の関係になってから、大阪枚方市に住む本妻の家と大阪南のえり子さんの家を往復してきたと言われています。大半をえり子さん宅で過ごしましたが、週のうち1日は本妻の待つ家に戻っていたといいます。1982年には宅見勝さんの父方の叔母とえり子さんを養子縁組させ、えり子さんに宅見姓を名乗らせたのではないかと噂されているようです。美空ひばり。美空ひばりさんは暴力団の山口組に所属する田岡和夫さんと深い関係があるとされています。朝日新聞社朝日グラフの1953年4月29日号によると、山口組3代目田岡和夫さんが密かなファンだったという川田晴久さんの舞台を大阪劇場で見たのは1948年だったそうです。その時期、川田晴久さんは持病の脊椎カリエスを悪化させていて、車椅子で舞台に立っており、その姿を見て思わず絶句したと田岡和夫さんは振り返りました。田岡和夫さんは楽屋に赴いて、一ファンとして川田晴久さんを元気づけようと思ったそうですが、もういけませんなと弱々しい言葉を吐く川田晴久さんを見て、自分の力で再起できぬというならば
私が首に縄つけてもこの男を再起させてやろうと考えたとか。当時川田春久さんは山口組と関係の深い吉本興業の所属でした。田岡和夫さんは吉本興業と話をつけて川田春久さんの身柄を引き受け、窮地の福島通人さんにマネジメントを依頼。福島通人さんは元横浜国際劇場の支配人であり、その後美空ひばりさんを売り出すために新芸術プロダクションを立ち上げた人物です。こうして田岡和夫さんと美空ひばりさんの間に長きにわたって続く縁が生まれることになりました。美空ひばりさんと田岡和夫さんの関係が決定的に深くなったのは出会いから9年後。美空ひばりさんファンにはよく知られているという塩酸事件が発端でした。塩酸事件は美空ひばりさんの熱狂的なファンだった10代の少女が浅草国際劇場の舞台の上げ幕裏で出番を待つ美空ひばりさんの顔に塩酸を浴びせかけた事件です。あの美しい顔を醜くしてやりたいというのが犯行の動機でした。同じ劇場の上階でポーカーに興じていた田岡和夫さんは事件の一報を聞いてすぐに美空ひばりさんの元に駆けつけました。美空ひばりさんは軽傷で済んだものの、田岡和夫さんは深い自責の念に駆られたとのこと。お嬢にもママにも二度とこんな悲しい思いはさせへんで、お嬢に仇をなそうとする者には誰であっても指一本触れさせん、ワイの命に変えてもな、ということを田岡和夫さんが語ったと実録小説神戸芸能社では描写されています。傷も癒えて美空ひばりさんが再び舞台に立つことができるようになると、その公演には田岡和夫さんがつくのはもとより、山口組の若い衆が前以上に当たりにくまなく目を光らせ、美空ひばりさんを厳重にガードするようになったとか。和田アキ子 NHK 紅白歌合戦では歴代最多出場歌手という記録を持ち、アッコにお任せの司会を担当するなどマルチに活躍している和田アキ子さん。和田アキ子さんの父親はキム・キースクさんといいます。チェジュ島出身で柔道の師範を持ち、キムカイ道場という柔道場を開いていました。子供の頃の和田アキ子さんが最も恐れていたのが父親で、6歳の頃から柔道の指導を受けていました。また礼儀作法に関するしつけが厳しく、口より先に手が出る父親だったため、和田アキ子さんはドラマで見る優しい父親がいる家庭に憧れを持っていたとのこと。和田アキ子さんのおじさんは和田忠宏さんといい、戸籍上ではこちらが和田アキ子さんの父親になっています。芸能界デビューが決まった時に、実父が在日韓国人だと分かる名前を使うのはまずいと思い、和田アキ子さんを聞かさせ、和田姓だったおじさんの養子にしたのでした。和田忠宏さんは金融業や不動産業を手広く展開し、漫画南の帝王のモデルになった人物だと言われています。和田忠宏さんは2002年10月の上旬、恐喝未遂で広島県警に逮捕されています。ある人物に4億5000万円を貸したものの、期限を過ぎても返済しなかったため、広島市内に本社を置く連帯保証人に催促。逮捕された理由としては、この際右翼団体に取り立てを依頼したからでした。また2006年9月21日にも競売入札妨害と強制執行妨害の疑いで逮捕されています。そして和田忠宏さんは2009年6月に懲役2年の実刑判決が確定し収監されました。この情報について元3代目山口組幹部組織小田秀組射程、現在6代目山口組の3次団体山県組生島組企業射程と関連文書に記載されていることから、山口組系の構成員だと言われています。和田アキ子さんが芸能界で女帝として君臨し、暴力といじめにより多くの芸能人を支配してきたと言われる裏には、叔父である和田忠宏さんのような暴力団組織の後ろ盾があったからなのではないかと噂されました。東国原英夫、政治家兼タレントとして有名な東国原英夫さん、自身も家族も暴力団との直接的な関係はありませんが、検索サジェストには暴力団のキーワードが出てくることがあります。理由としては暴力団関係者の会合に出ていたことが分かったとして、所属するお笑いタレント
スリムクラブの前田健さんと内間正成さんを吉本興業が無期限の謹慎処分にしたことについて、東国原英夫さんが言及したことが挙げられます。東国原英夫さんは、芸人が事務所を通さず仕事をする闇営業を反社会的勢力との間で行っていた問題について、タレントさんとか芸能界に限らず政治の世界も大変なんですよと明かし、そりゃもう政治資金パーティーにこういう方たちが来る可能性はゼロではありません。いろんなところで会合に呼ばれますから、それを言い出したらキリがないんでね、どの辺でラインを引くかっていうのは社会的にね、ある程度そこは厳密に取り締まりができないというところを、世間がライン引きしないとキリがないと思うと語りました。赤井秀和、アリさんマークの引っ越し者の CM などで優しい笑顔を見せている赤井英和さん、こちらも東国原英夫さんと同じく自身や家族は暴力団との関係がありませんが、検索サジェストには暴力団のキーワードが出てくることがあります。その理由は主に2つ。1つ目は日本のヤクザ映画である伝説のヤクザ最後のバクト残響のショーに赤井秀和さんが出演しているからです。これはヤクザの社会でバクトとして生きたキャンの波乱に満ちた生き様を描く伝説のヤクザシリーズの後編で、バクトが生きていくにはあまりにも困難な時代になったと悟った主人公が、免罪闘争で無罪を勝ち取ったにもかかわらず自らの人生にけじめをつけようとする物語です。2つ目の理由は、赤井秀和さんの歴史には数々の不良伝説が刻まれているからです。例としては、通学電車の座席でふんぞり返るヤンキーを見かけると、風紀が乱れとるなぁと足を蹴って回った、クラスメートが天王寺のターミナルで〇〇校のやつらにやられたと駆け込んでくれば、よっしゃ行ったると出張り、カツアゲの現場に遭遇すれば男子4年とワルを殴り倒す、大阪でも不良兄弟として有名だった亀田三兄弟の父親である亀田四郎さんの兄が、高校に入ったら赤井秀和をボコるということを吹聴しており、それを先に聞きつけた赤井秀和さんが亀田四郎さんの兄が通う中学に乗り込み、逆にボコボコにしたというエピソードが有名です。国生さゆり、女性アイドルグループおにゃんこクラブのメンバー選定において、特番内の美少女コンテストなどの関門をクリアし、おにゃんこクラブ会員番号8番として、夕焼けにゃんにゃんの開始ともにデビューを果たした国生さゆりさん。国生さゆりさんが結婚した高田英二さんは暴力団とつながりがあると話題になっています。高田英二さんはあまり裕福ではない家庭に生まれ、昔からお金への執着心がとても強かったそうです。貧しい思いをしたくないという気持ちから、高校生の頃から実業家になると心に決め、さまざまなアルバイトに励んだそう。17歳の頃には新宿のディスコでアルバイトをし、その他にもいろんなアルバイトを経験。そして1995年、若干21歳で携帯電話の代理店株式会社シティ21という会社を設立しました。これが軌道に乗ると、そこからは飲食店を次々に出店し、日焼けサロンなども経営するなど、マルチな事業を展開するロイズファクトリーを設立しています。若くして実業家として成功を収め、メディアでも多く取り上げられた高田英二さん、その経営能力やビジネスセンスは天性のもので、才能を生かして高田英二さんはお金持ちになるという夢を叶えました。全盛期にはなんと年商50億円とも言われ、派手な生活を送るようになりました。やり手実業家としてビジネス本まで出版するなど、そのカリスマ性でトップに上り詰めた高田英二さんは、次第にその交友関係も派手になっていき、多くの著名人と交流を持つようになりました。しかし1999年10月に山口組の暴力団員5人が乗用車数十台を盗んだ疑いで逮捕され、その中には高田英二さんもいたため、窃盗の罪で逮捕されたのです。1999年10月30日に読売新聞に掲載された記事では、乗用車数十台窃盗、密売組員ら5人逮捕という見出しが打たれていました。組員らは車を盗んで密売しており、記事には
指定暴力団山口組系組員幸田英二容疑者25ら計5人を窃盗と有印私文書偽造などの疑いで逮捕したとはっきり名前が書かれています。この頃幸田英二さんは日本最大の指定暴力団の一員だったことになります。そしてその後の2012年、幸田英二さんはかねてから婚約していた国生さゆりさんと結婚しましたが、その1年後には詐欺の疑いで拘留され2015年に逮捕されました。幸田英二さんは何台もの自動車を所有しており、そのうちの一つであるランボルギーニが何者かによって傷つけられたとして業者に修理を依頼しました。しかしこの傷は幸田英二さんが友人たちともに自らつけた傷であり、修理を依頼した業者もその傷が故意につけられたものだと知りながら保険業者に保険料を請求していたのです。保険に加入して1ヶ月後の出来事であったため、保険業者が不審に思い警察に捜査を依頼したところ、保険金詐欺の事実が明らかになりました。車に傷をつけた友人、修理業者の友人は共犯として幸田英二さんよりも先に逮捕され拘留されていました。そして2013年に幸田英二さんにも逮捕状がおりましたが、この時幸田英二さんは行方をくらましており、警察はその消息をつかめずにいました。そして2015年、幸田英二さんが自身の誕生日に派手なパーティーをして過ごした様子を自身のブログに綴った数日後に逮捕されています。噂によればこの頃には経営状況がかなり悪化しており、生活にも困窮する状態だったといいます。にもかかわらず表向きにはかなり派手な生活を送っていたのは詐欺を働いてお金を稼いでいたからだったとか、また警察関係者によればこの保険金詐欺は長期にわたって複数回行われており、悪質性が高い事案だったとのこと。以前から黒い噂が絶えず、正直経営している会社がどのような事業でお金を稼ぎ出しているのかさえ疑問視されていた幸田英二さん、年商50億の若き実業家としてメディアから注目された時期もありましたが、噂されていた素行の悪さとこの逮捕により幸田英二さんはメディアの世界から姿を消しました。松山千春さんは京都市に本拠のある指定暴力団会津虎徹会の会合に出席したことがあります。2007年2月16日の朝日新聞では以下のように詳細が報じられました。京都に本拠を置く暴力団会津虎徹会が今月12日に京都市内で開いた会合に歌手の松山千春さんが出席していたことが京都府警の調べで分かった。同会会長の就任10周年を祝う催しで幹部組員約130人が集まったという。府警の調べでは会合は12日午後6時ごろから約2時間京都市下京区の事務所で開かれた。府警は事前に松山さんが会合に出席するという情報を得ており、関係者の話から実際に出席したことを確認したという。府警幹部の一人は、松山さんは公の人、こういった集まりに参加することに違和感を感じる、不適切であることは間違いないと話した。松山さんが所属する芸能事務所オフィス元気は現在事実確認中で詳細はわからないとしている。また2011年9月29日には埼玉サンシティ越谷市民ホールで開幕したコンサートツアー愛の歌にて暴力団排除条例について松山千春さんは以下のように批判しています。私は今日本国憲法を持ち歩く日々を送っています。日本国憲法の中には一部の国民とは付き合うなとか飲食を共にするなという文字は一行も入っていません。まして国家権力が一部の国民を取り上げいじめてもいいなどという言葉も入っていません。もちろん私自身暴力団を擁護する気持ちは全くないし、暴力団はいなくなった方がいいと思う。皆さんも当然そう思っていると思います。しかしよく考えてみてください。北海道から沖縄まで全ての都道府県の条例で排除しろ排除しろって、ではそういった人たちを一体どこに排除しろと言うんですか。確かに暴力団など反社会的な人たちをこの社会から排除したいという気持ちはわかります。
だけどその前に、なんでみんなと仲良く頑張ろうという気持ちにならないんですか？暴力団排除条例に限らず、暴対法もそう。悪いことは排除すればいいと、とにかく排除することばかり言っているが、その前になんで更生する道を探ろうとしないのか。彼らには更生の道はないのか。暴力団には悪い人間も多いかもしれないが、そういった人間を更生させるのも我々人間社会じゃないですか。私たちはみんな血の通った人間なんです。腐ったリンゴなんかじゃないんですよ。何でもかんでも腐ったものは排除しろ排除しろじゃ解決の糸口にはならない。日本国憲法第14条では基本的人権が謳われ、全ての国民は平等に暮らせることが定められています。今回の条例はその基本的人権さえ傷つけてしまっている。本来どんな犯罪に対しても平等に裁かれなければならないはず。日本は法治国家なんですから。私は正義はいつも国民の中にあると思っているし、これからもそうあるべきだと思っている。小泉純一郎、小泉純一郎さんの曽祖父である小泉又次郎さんは、小泉組と呼ばれる近代的なヤクザ組織を立ち上げたと言われています。幼い頃のエピソードについて小泉純一郎さんは、今じゃゴルフ場にも入れてくれないのにな。ところが祖父は全身入れ墨で大臣や副議長までやった。首から背中、腕にかけて竜が彫ってあって、それや見事なものだったよと語っていました。当時現稲川会の横須賀一家と小泉組の間に抗争があり、2代目の長男が殺されたため、小泉又次郎さんは国会議員になる前に小泉組の3代目を継ぎがされたそうです。小泉又次郎さんは家出状態だったようですが、跡取りがいなくなった曽祖父が連れ戻し、堅気の商売ができないように手下に又次郎を抑えさせて全身に姿勢を彫ったという逸話が小泉又次郎伝に記されています。綾小路きみまろさんも暴力団と関わりがあると言われています。週刊誌では YouTube に流出したという暴力団組長の誕生会に綾小路きみまろさん含む多くの芸能人が出席したとされる映像について以下のように綴られています。暴力団と芸能人の交際は週刊誌やスポーツ誌のゴシップ記事だけでなく、ネット上でも映像という動かぬ証拠で確認することができる。一時期動画サイト YouTube で大きな話題になったのは、現在は引退した大物組長 G 氏の誕生会の映像。1998年頃に撮影されたものと言われ、組関係者などに配られるビデオがネット上に流出した。元フォーリーブスの江木俊夫さんが司会を務め、千葉真一、小林明、内藤康子、天地真理、綾小路きみまろ、安岡力也、中野秀夫、薬師寺康英、清水健太郎、千田光雄、格闘技 K-1 の創始者石井和義、当時は存命中だったアンディ・フグラが出席し、 G 氏に祝いの言葉を送る場面が映されている。歌手でもある小林明や内藤康子は挨拶に続いてヒット曲を熱唱する歌謡ショーのようなサービスぶりを見せ、綾小路きみまろは得意の漫談で G 氏を褒めたたえながら会場の爆笑をさらっている。きみまろはいつものヘアスタイルではなく頭髪が寂しい状態で出席しており、やはり大物組長の前では脱帽しなくてはならなかったのかと変な部分も気になってしまう。またウィキペディアによれば、綾小路きみまろさんは定時やホールのみならず老人ホームや刑務所、果ては暴力団の事務所でライブをしたこともあるそうです。酒井紀子、2009年8月3日、自宅から微量の覚醒剤と唾液が付着した吸引具を発見され、覚醒剤取締法違反容疑で逮捕された酒井紀子さん。2009年7月の参議院議員選挙で自由民主党が歴史的な惨敗を喫し、安倍晋三政権が退陣に追い込まれた際に、指定暴力団山口組が傘下の直系組織に民主党を支援するよう通達を出していたことが明らかになっています。こういった動きを制するために警察が全国の山口組関連の組織に対する警戒を強化したことが酒井紀子さんの逮捕にもつながったのではないかと言われています。
そんな坂井紀子さんの父親の坂井峰樹さんは山口組系の伊豆組坂井組の組長だったと言われています。そこでは坂井峰吉と名乗っていたとか。初代伊豆組伊豆賢治組長の舎弟を務めた後、山口組系伊豆組坂井組の組長として君臨していました。父親が組長だった時代には覚醒剤の売買で得た金を組の資金源としていたようです。しかし暴力団の世界でも覚醒剤の売買で活動資金を捻出することはタブーとしている組が多いようで、坂井組と伊豆組から破門処分となりました。坂井紀子さんが1971年に福岡県福岡市で生まれた当時、坂井紀子さんの父親は刑務所にて服役中で、母親は血のみ子だった坂井紀子さんを父親の実家がある佐賀県の山の中にあるお寺に置き去りにし、若い男と駆け落ちしたそうです。この時の服役理由も覚醒剤によるものだったと言われています。なお坂井峰樹さんが暴力団の世界から完全に足を洗った時期と言われているのは、坂井紀子さんの芸能界デビュー頃とのこと。若島津、元大関若島津の松ヶ根親方が20年前から3月の春場所で警察当局に暴力団山口組と関係が深いと指摘されている不動産会社社長側から大阪市内のビルを借りて宿舎にしていることが発覚しました。1989年社長が経営する不動産会社が建設され、翌年に松ヶ根親方が松ヶ根部屋を起こす際に社長が宿舎用に改装したとか。しかし警察当局によれば、社長は1997年に射殺された山口組最高幹部の匠勝組長と親交が深く、暴力団の周辺関係者と認定されていたそうです。脅しなどで強引に立ち退きを迫る地上げ屋として知られており、2008年弁護士資格がないにもかかわらずビルの入居者に立ち退き交渉をしたとして警視庁に逮捕されました。交渉中、入居者に向け大音量でお経を流すなどの嫌がらせを繰り返したといい、執行猶予付き有罪判決を下されました。高遠力相撲再生計画を掲げ、 YouTube チャンネル高遠力部屋を開設している元関脇の高遠力さん。このチャンネルでは相撲業界の闇や暴力団との関係などを積極的に暴露しています。一方で2022年11月26日に公開された文春オンラインの記事でも、相撲業界と暴力団の癒着について高遠力さんは以下のように暴露していました。なおこの記事で高遠力さんは自分の父親がヤクザだったことも語っています。昔の話になるが、裏社会の連中と力士の後輩がトラブルになった際はなんだかんだ守ってあげることが多かった。かつて藤島部屋の若い衆には考えの足りないやつがいっぱいいた。例えば夜に若い衆が飲みに行った時、ヤクザ者を殴ってしまい、朝方にヤクザが10人くらい部屋に来て、双子山を出せと言ってきたことがある。親方をご指名だったが、世話人から私に電話がかかってきて、おい、なんとかせえというのである。いきなり親方を出すわけにはいかないとはいえ、ヤクザ者たちが怒り狂っている中で、なぜ私が対処しないといけないんだという気持ちは正直あった。他にもヤクザ関係のトラブル処理はたくさんあった。巡業中に後輩が地回りのヤクザと喧嘩してしまい、話をつけないといけなくなってしまった。後輩を組事務所に連れて行って話をしに行ったこともある。お前、うちの大事な若い子をしばき上げてどう思ってんだと言われたが、その場ではいやいやすみませんと謝ることしかできなかった。続いて、なんでそういうことをしたんだと聞かれたので、私もお前なんで叩いたんだと聞くと、後輩の力士は、いや、あの、そいつがデブセンっておちょくってきたからと言った。話の流れでたまたま地回りの親分が、昔お前の親父と麻雀やったことがあると言ったので、これが実にラッキーであった。その場で後輩に 2,3 発げんこつ入れて、体格も違う一般の人を殴っちゃダメなんだよと叱り、ちゃんと2人で謝って、これでもう手打ちにしてくれと許してもらった。終章、優秀の美で締めましょう。今回辿った
身内が暴力団と関係を持っていると噂されている芸能人たちに関する歴史の糸はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。